皆さんこんにちは、たくやです。今回の動画では私のセカンドバイク PCX に1年乗って感じたいいところと悪いところを話していきたいと思います。自分のチャンネルでは主にバイクネタを扱うものになります。その他趣味ネタも扱っていますので、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではでは行ってみましょう。はい、というわけで私のバイクについて語っていきたいと思います。本当だったら走りながら語りたかったんですが、まあ緊急事態宣言が解除されないんでね、自宅の方でいろいろやっていきたいと思います。自分の PCX は2019年型になります。型番で言うと JF81 ですね。この型から見た目機能が大幅に変わりましたね。皮付きはかなりシャープになりました。まず悪いところですが、全くと言っていいほどありませんねいやもうこのバイクは質感走りともにかなりレベルが高いですよ。まあ強いてあげるのであれば、乗っている人が多すぎて特別感がないといったところでしょうかね。本当にそれくらいしか悪い点が思いつかないですね。一方のいい点ですが、かなりありますね。まずは燃費が化け物です。自分の運転で平均47キロぐらいの燃費で、いい時だと60キロ近くまで行きます。いや本当にすごすぎですよ。PCX の前に乗っていたズーマー X だと燃費はだいたい40キロぐらいだったので、 PCX はさらにお財布に優しいバイクですね。パワーの面に関しても 125cc クラスの中では文句なしです。加速もストレスなく、大きな幹線道路でも余裕で流れについていくことができます。あと意外にいいと思ったのがアイドリングストップ機能ですね。この機能は毛嫌いする人が意外といるらしいんですが、僕はかなり気に入っています。なんでかというと、信号待ちの時がとにかく静かで振動もなくなるので快適なんですよね。エンジンが再始動する時のフィーリングも違和感ないし、かなりスムーズにかかってくれるので良きです。それからタンデムステップのデザインもいい感じです。このモデルからボディに一体となったデザインで目立たないのもいいですね。ステップを展開するとこんな感じです。ステップも大きいのでパッセンジャーの乗り心地も確保されていていい感じです。あとスマートキーにも驚きました。このモデルから車のように鍵を持っているだけでエンジンの始動ができるようになりました。エンジンの始動に加え、給油口、シート下のロック解除も鍵を使わなくていいのでかなり楽です。たまにうまく反応しないことがありますが、まあここは慣れてくると気にならなくなってきます。シート下もかなり広くていいですね。ジェットヘルメットなら XL サイズが入るし、 S サイズのフルフェイスなら余裕で収納することができます。ヘルメットを入れた状態でも上の部分にスペースができるので、僕はこの部分に雨具を入れています。スクーターには必須のトップケースはホンダの純正パーツを使えば簡単に取り付けることができます。見た目もスッキリしているのでかなりおすすめです。メーターも機能的で他のスクーターを凌駕しているポイントですね。スピードメーターに加え、トリップメーター、燃費計、時計と至れり尽くせりの内容です。足つきもかなり良く、178センチの僕の場合、膝が曲がった状態で両足がべったり地面につきます。いや、本当にこのバイクはすごすぎます。さすがホンダの誇るプレミアムスクーターですよ。と、まあ、以上、PCX の紹介でした。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。それでは、バイバーイ。